日本東京都府中市朝日町朝日町,町通り朝日町は東京都府中市の町名。現行行政地名は朝日町1丁目から朝日町3丁目。郵便番号は183-0003。府中市の東部に位置する。南から時計回りに白井台、高葉急多摩町、調布市の水及び西町に隣接する。府中市、 三鷹市にまたがっていた調布基地が戦後に在日米軍に接収され、米軍住宅関東村が設置された。米軍から関東村の敷地が返還された後、跡地には東京外国語大学や警察大学校などの施設が多く設置されている。住宅地の地価は2016年1月1日の工事地価によれば、朝日町1丁目8番8の地点で27万円。 平方メートルとなっている。1889年の町村静止校から府中市発足までは北玉多玉村に属していた。1954年4月1日に府中市成立により府中市の一部となり、1963年に大技下染や屋、押し立て、車返しの各一部より成立。年1月1日現在の世帯数と人口は 以下の通りである、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる、中バス朝日町ルートの車両警察大学校。ありがとうございます。